あの不思議な、不思議でないような、人生が変わってしまうようで、何一つ変わっていないような、とても奇妙で、どこにでもあるような出来事を経験してから、半年の月日が流れた。しばらくここのチャットに参加できなくてマジですいませんでした。彼女と二人で東北までラブラブランデブってやつですよ。マサオミ、やっぱりマサオミ、このコソ泥が、ない、ない、どっかに落とした、どっかに落とした。あなたは誰ですか？何を、どこまで知っているんですか？俺がやるのはその火種をかすめ取って一箇所に放り込むこと。そして言ってやるのさ、休日は終わりだ、クソ野郎って。